しない。自分も霊魂になったパターン、これ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では今日、ロケット14号が完成するということで、はい、旅に出たいと思います。ミコ、懺悔を聞いてくれ。マルクス新採掘場の爆発事故は私のミスだ。消防隊長の私が義務を果たせなかった。この告白はボイスレコーダーに録音してある。またか、どうしていつも俺の方に。少し頭の中を整理しよう。ボイスレコーダーを探さないと。絵あがきを探さないと。ボイスレコーダーって、ああ消防署か。新採掘場消防署にあるマルクス駅の西側の方へ行ってみよう。覚えておこう。なるほどな。まあでもこういうサイドクエストは完成しなくても、後のなんかこう収集のお楽しみということで、多分あれだと思うんだよ。やらなくてもいいとは思うんだが、まあとりあえず、じゃあ最後、もう一日ですからね、今日だけしかないんで、まあ歩いていった方がいいのか、地図でファストトラベルした方がいいのか分からんけど、どうなんでしょうね。ファストトラベルしますかね。せっかく地図もできたし。到着予定、明日の24時間経つのか。はい。じゃあ、この辺りを適当に調べ。ここは危険だ、され。おお、だんだんアンロックしてる。やばい。つきまとうないお前ら、ちょっと疲れてきたな。やべえ、なんかやべえ。全然思ってたと違った。あ、ここか。古びた工場会関係ねえじゃん。こ、探検、大探検家ロミ・フランツの名前は聞いたことがあるかい。疫病後に感染を恐れず、歴史的な遺物の保存と探検に尽力した。ある時彼はマルクス新採掘場へ行って、一つのブロンズ像を探しに行ったんだ。だが途中でアンラッキーな出来事に見舞われてね。彼の調査によると、そのブロンズ像はリクシール33加工場の中にある。ああ、そうなんだ。今すぐブロンズ像を探しに行くしかないでしょう。さあ、彼の無念を晴らそう。ああ、なるほど。いや、それはいいんだよ。それはいいんだよ。これだよ、問題は。ボイスレコーダーだよ。新採掘場の消防署。あー、これいけないかな。いけないような気がする。ちょっとミスったかも。結構これ目的地に行くのが至難の業というか。地下賭博場、消防署か。関係ないな。疫病後は消防署が減って、火事が起こると指をくわえて見守ることしかできなかった。叔父に何度も火の用心って言われたさ。お、なんか手に取ったぞ。なんだこれは。あ、ボイスレコーダーだ。ボイスレコーダーあったんかい。これは直せるかどうか。よし、暇な時に持って帰って処理しよう。あー、これ戻れねえパターンだろうな、多分な。よし、じゃあもう戻りますね。さあ、終わりだ。完成したぜ。さあ、発射台に来た。祈祷中。
ペイ、30分経ったぞ。まだ起動中か？風速が変わっちゃうと発車を来週まで待たなきゃいけなくなるぞ。銀河へ帰りたい。ミコ、私たちを連れて行って。機械だな。以前のレイコンは少数のグループだったが、今は団体を形成して観察しに来てる。ヨハン、覚えているか？ロケットの CPU は心臓と同じ。分かったよ。俺はさよならを言いに来ただけだ。町の住民たちだったのは全部来たのか？さよなら。ミコに出会えたことを感謝するんだぞ。この時代に宇宙層ができるのは奇跡なんだ。さよなら。今度は俺のところへ来ませんように。何年こいつらに悩まされたことか。逃げることもできなければロケットを作ることもできない。ヨハン、話を聞いて。毎日が睡眠不足でさ。ヨハン、忘れるな。だからこっち来るなって。 OK よヨハン。祈祷終わったんだ。うわあ、これでサブクエすることもできるし、そのまま発射させることもできると。まあここは発射させましょう。じゃあ行きますよ。ポチ。最後に観覧車の皆様、何か彼らに言いたいことはございますか？観覧車って俺ただ一人じゃないの？儀式を尊重して。宇宙層の前はこれを聞く決まりなの。さよなら霊魂の皆様、今日で私ヨハンは皆様とお別れです。絶対に皆様のことは思い出しません。めっちゃ汗みたいな。そんな別れある？フェイには分からないだろうけど、何年も言えなかったさよならなんだぞ。はいはい、じゃあ準備はいい？フェイの儀式待ちだっただけだ。そっちこそ準備はいいのか？何よ、私だってずっと準備 OK よ。誰かお願い。いや、私にはまだ準備が。さあどうなる？フェイ、起動オールクリア。確認。電源スタンバイ。確認。発射コントロールプログラム起動。確認。降臨としたちに祝福を。銀河にとどまる祝福、幸運を。天の地球を発射。さあ14号行け。行かないのかよ。あ、行ったんか。びっくりした。お、実績もアンロックしたよ。お、なんかカットが違う。さあ行けるか。飛んでねえじゃん。一体どうして？発射は発射。どうして起動しないの？おい、フェイ、絶対に成功するって言わなかったか？なぜだ？なぜロケットは発射されない？銀河へ帰りたい。フェイ、どうしたんだ？近寄るな、お前ら。なぜ、なぜ架け橋は？まさか、あれだけ何回も検査したのよ。問題ないって言ったはずだろ。うるさいわね、問題ないはずなのよ。帰りたい、帰りたい。こっち来るなよ、ミコを探せ。全部私、ミコを探せって。6.24 オプスロケット15号車点火失敗。7.24 オプスロケット16号。あ、これあれか、ダイジェストでお送りしてるパターンか。あ、年取ってる。電源管理系統異常、墜落。うわー、ダイジェストなんだ。9月12日、オプスロケット17号車分離コントロールしてても応答なし、墜落。マジかよ。11月12日冬、オプスロケット18号製作中。18号かい。行ってくる。冬になったから気をつけてね。ごめんね、また遠くまで行かせて。今度こそ絶対大丈夫だからヨハン。もういいって、いつも大丈夫だからな。ロケット18号に必要な部品はちゃんと覚えてるよ。集中制御装置のナビシステムだろ。ヨハン、ヘミスシティまで行かなくてもいいのよ。あそこは危ないわ。分かっているけど、じゃあ他に集中制御装置の部品がある場所は？ヘミスシティに行かないといけない？分からないわ。だろ？だからあそこに行くしかないのさ。
ヨハン、今度の今度こそ大丈夫だから、集中制御装置のプログラムさえし直せばどうだか、いつも大丈夫だしな。まったく人使いが荒い。うわ、めっちゃやらないといけないんじゃない？これデータモジュール、衛星測位モジュール、サーバー用マザーボード、データモジュール。データモジュール。北のヘミスシティならあるかも。北のヘミスシティか。意外と、なんか、ダイジェストでお送りされましたけど。やっぱり続く感じですね。まあまあ、キャンプがあるので、とりあえず北に行く感じですね。はい、頑張りましょう。これ北っていけるのかな？ずっといけるのか？まあ行くしかないですよね。樹海の小道。ヘミスシティに行かないといけないとはな。これはなんだ？連れてって。ロケット観測所か。ヘミスシティ、地球教協会。お、取ったぞ。なんだこれは。額縁が壊れて外れた絵。書かれてるのはなんだこれ。とりあえずどんどん道具は揃っていく。教会のピアノの鍵盤。教会から音楽が消えるなんて思いもよらなかったよ。まあとりあえずどんどん行くんでしょうね、こっちにね。いつの日か我らは銀河へと帰れるんだろうな。そうだろう。いやー、返したいのは山々だけどさ。火葬場。最初来た時は泣きっぱなしだったな。いつからだ、それが日常になって何も感じなくなったのは。ん？なんだ？なんかガンガン拾ってるけど。破裂したオプス光晕の狭小かな？高温で膨張し破裂しまった狭小だ。この図案はオプス工場のシンボルマーク。これ北。道を外れたか？ああ、こっちか。ああ、違うな。どこだ、どこだ？こっちじゃないか。意外に時間がかかるな。北ヘミスシティ、どこになるんだ？お、なんか書いてあったな今。ヘミスシティ郊外、東マルクスタウン。東か。あ、こっちか。なるほどなるほど。確かヘミスシティ行けなかったんだよな、最初の初期の頃は。だから行けるようになったってことだよな。地面が揺れてる。小石も降ってきたぞ。身を隠す。頼む。目の前これが落ちていった。危ねえ。展望台よし。あー、なんかキャンプがあるから心強いな。フェイから北から来た時に、あ、フェイが北から来た時にいくつかの村を通ったって多分このことだな。フェイはここでも一晩過ごしたのかな。小さな集会所。ヨハン、僕だよ。よくマルクスに写真を撮りに行ってた。ウェイバーンだよ。僕はこの近くの管理所あたりで強盗に襲われてね。そこでさ、悪いんだけど、写真のフィルムを探してくれないかな。ウェイバーン、あ、疫病後の記録を取っていた。うちの工場も何度か取ってもらったことがあるけど、まさか強盗にやられていたなんて。少し頭の中を整理しよう。いやいや、もう整理しない。
くていいだろはいはい。お、着いたぞ。なんちゃらタウン。問題はこれだよ。あー、でもヘミスシティのことは何も載ってないのか。ヘミス大橋南岸の電子機器工場に重要な精密電子部品を注文したと。なるほど。キャンピングカー。地球郷の聖山行ける？あ、こっちじゃない。ヘミスシティ、こっちじゃないわ。多分間違ってるわ。こっちだ。こっちに行くんだ多分。いや、自分も気になってたんだよ。あ、こっちかなっていうのはな。多分こっちだよ。管理場。よし、あ、夜が更けたな。よし、ここはテントを張ろう。まあ、テント張らなくてもこの中で休んだらいいだろうっていう話だけど、わざわざ外に行って休むんかいみたいなね。うん、こっちだな。ヘミスシティ多分。あ、違うかな。あ、違うかな。こっちはなかったかな。じゃあもうこっちかな。でもこっちなんかなんとか郷って言ってたから、ここがもうひょっとしてヘミスシティなのかな。ヘミスシティなのかな。まあとりあえず行こうか。なんか不安になるんだよな。なんか違うような気もしてくるしな。記念碑。お主は巫女に会ったか。昔ここをお歩きになった時、我々を絶対に銀河へ返すとお約束してくださったのだ。基本的に彼女は何もできないぞ。何を言ってるんだ。この国は巫女がいるからこそ、かつての黄金の100年と呼ばれた長老がおっしゃったのを。霊魂はいろいろつぶやきながら消えていった。まあ信頼されてるんだな。まあね、地球教、まあ宗教のようなもんだからな。お、ヘムスシティ。よし。あ、これ道を渡るんだ。お、なんか実績のロック2つアンロックしたぞ。道路封鎖通知表。国家レベルのパンデミック対策としてヘミスシティの全国封鎖を行いますと。あ、ヘミスシティから疫病がって言ってたな、そういえば。疫病の広がり。よし、着いたぞ。お、ヘミスシティ駅。お、ロケットにはこれが必要だ。ヘミストラベルガイド。お、ヘミスまで飛べるようになった。衛星モジュール。全部ヘミスシティなんだよな。さあ、ちょっと行けるだけ行っときたいよな。こういうなんか物はいっぱい取れるんだけど、さあいよいよこっからかな。ヘミスはまるで地獄だっただろう。ああ、なんでこんなところ来ちゃったかな。まあそらな、ミサイルの。お、一匹の、え、狼が虎視眈々とこちらを見ている。どうする。スコップで威嚇。今すぐ反転して逃げよう。え、もうここは戦うしかねえだろう。お、撃退することできたんだよかった。前方のジム、あれは狼の足跡だ。護身用の武器がない今、先に進むのは危険すぎる。だが家にある猟銃にはもう弾がないんだよな。この近くに何か使えそうなものは考えてみよう。え
考えてみよう。さっきあれじゃない、取ったけど、追い払ったけど、ダメなのか。それではあー、今回は前よりやばそうか。大きな音を出す。あー、ダメなのか。足を噛まれてしまった。ダメだ、もう一歩も。うわー、マジか。ここはどこだ、どこにいるんだ。意識がはっきりしない。自分も霊魂になったパターン、これ。はい、また狼の下りまで戻ってきました。はい、でスコップで威嚇して、もうこれ以上先に進みません、今度は。はい、ちょっと疲れてきた。多分あれは足跡と。はい、でここでもう行かないという選択肢にして、お、疫病検査書。はい、こっからやっていこうと思います。お、ギリか。あ、空砲だ。 12mm の混合火薬を詰めれば猟銃で使えるはず。よしよしよし、どうしようかな。これもう帰った方がいいか、どうなんだろう。キャンプしていって、まあでも帰った方がいいよな、多分な。うん、多分こっちはいけないんで帰ろう。夜は更けたな、頭の中奇妙な。お、我らを連れて行け。あ、これさっき、はいはい、デイリーニュースで、ここでもうキャンプしないで帰って、で猟銃の作り方を、冬の狼、あー、危うく死にかけたよ。本当に気をつけてね、ヨハン。何をおっしゃいますか、巫女様の頼みですぞ。私はね、ロケットが早く完成できるならそれでいいのよ。レイコンたちにはとても親身になるんだな。ごめん、そんな顔するなって。俺はヘミスまで行かなきゃならんだろ。もし他のところで探せるならそうしてほしいけど、つまり俺は狼の餌になりに行った方がいいってことね。すごい嫌味。そんな意味じゃないでしょ。まあいいや、何か方法を考えるよ。超嫌味だな。あ、で猟銃がどっかにある。あー、ここか。マップは作れます。で、お、空砲、リクシール、ネジセット、マジか、やった。いきなり作れたじゃん。ナイスナイス、オッケー。はい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 。でこれでもうひとっ飛びですよ。さあ、じゃあもうちょっとやりましょうか、せっかくなんで。はい、じゃあもう行きましょう。ファストトラベルしましょう。でこれで行こう。明日8時。はい、1日経つんかいって感じですけど、まあまあいいでしょう。でここで、この銃があるならヘミスの狼たちにも対抗できるなと。確かに。なんかこうちょっとずつロケットを作ることに前向きになっているっていうね。どうしてどうしてヘミスに行ってしまったんだよ。ヘミスなー。ああ、そうだったそうだった。やだやだよ、お父さん行かないで。あなた見てください、これ。お母さんがヘミス危ないって言ったんだよ。学校の先生もあそこはもうみんな疫病だって。だから嫌だよ。そんな話をしたのか。みんな疫病になるの。
ね、ヨハン、話を聞いて。お父さんはね、ヘミスに部品を交換しに行くの。前と同じなのよ。私たちはおじいさんのところへ行って遊んでもらいましょう。どう？何を買いに行くのさ。自分で作ればいいじゃん。うちの工場はすごいんだって言ってたじゃん。ヨハン、ロケットの CPU は心臓と同じなんだ。あれはうちでは作れない。でも前に言った。ヨハン、分かってくれ。広域放送でも言っていたように、今はもういくつもの工場が営業を停止している。うちの工場までロケットを作れなくなったら、いつか皆がいなくなった時、宇宙へ帰れなくなる。じゃあ僕も一緒に行くよ。前に僕もロケット技師になれって言ってたもん。それはできん。分かってくれ。ヨハン、お父さんを行かせてあげて。あなたはここでお母さんとお留守番しましょう。前にロケットのことを教えてくれるって言った。ヨハン、あなたはロケット技師になりたいんでしょ。ならお父さんの気持ちと責任を理解しなきゃダメよ。お父さん、僕をここに置き去りにしたいんだ。かわいそう。ヨハン、ロケット技師なんか大嫌いだ。まあ結果置き去りにされることになるからな。ロケット技師になったらこんな苦労は永遠になりたくないな、技師。まあ確かに苦労しとるがな。まあとりあえず先に行きましょう。驚かそう。これ神棚じゃなくて猟銃だったんだな。よし。さあで、ロケットを見て18号。めっちゃなんかデラックスだけど18号。ああ、ロケットか。ロケット。あれ？ロケットのこれ部品見れないのかな？見れなさそう。あ、これか。データモジュール。北のヘミスシティならあるかもと。まあ、とりあえず、いろいろ探したらありそうだな。この飛行機はフェンスを突き破ったのか。一体何が起きたんだろう。この中は多分空港だな。とりあえずどんどん、マップをアンロックしていって。うわ、ここもいかにも何かある感じだな。また新聞かい。新聞多いよな。ヘミスデイリーニュース。衛星失速、東亜2号未明に墜落。衛星は深夜にコントロール不能となり未明に墜落した模様です。家庭の通信システムが使用不可能となった場合は貿易ハンドブックを参考にし臨時で無線を設置して速やかに市議会からの連絡を受け取るよう努めてください。ネジかい。ああ違うんか。つきまとうよお前ら。ああまた新聞だ。また銀河で地球長老急遽、ああ国際長老が亡くなったと。一週間後に発表される予定ですが、疫病に遭いましたよと。うん、ネジかい。ロケットを作って銀河へ返して。頼むから離れてくれ。え、ここじゃないのか。どこだ、どこだっけ。空港の航空機整備場しかないで、ヘミス大橋南岸の電子機器工場。どこにあるんだ。まあとりあえず行きますか。なんだここは。これは渡れないのか。これ以上お整備場あった。よし、オッケー。データモジュール、よし。めっちゃ手に入る。そしてからのからの、おっしゃー、衛星測位モジュール来た。ニヤニヤしながら違う部品を要求してくるんだろうな。そしてここはもう関係ないかな。
4時か。連れて行って。航空管理局。ここに何かあったっけ？航空管理局。ネジだけかい。お、はてな。ここはなんだか特殊なオフィスのようだ。中には大小さまざまなモニターと名前がわからない機器がたくさんあり、床の上には書類が散らばっている。モニターをつけてみよう。書類を拾ってみよう。モニターをつけてみよう。試しにいくつかのスイッチを入れてみたがどれも反応がない。ここでは宮殿が建たれて久しいのか。そうなんだ。ちょっとミスったかな。これ同じイベントは2回できないのかな。なんかできないっぽいね。ああ、なるほど。じゃあその南に行ってみますか。行けるかな。ああ、ちょっと無理っぽいな。多分こっちだろうけど。彼らが銀来帰れますように。ああ、無理だな。多分無理だと分かっているが、とりあえず行こう。お、飛行機のゲートの扉が見当たらない。一体何があったんだ。まずは飛行機の周りを観察。搭乗ゲートが落ちていた。それにボード鎮圧用の盾かな、非常脱出用の斧も。あー、いけない感じですね。多分戻らないと倒れてしまう。帰ろう。あー、まあまあ、でも進展はしたかな。冬はどんどん深まるわね。あー、こんなに雪が降ったらロケットも打ち上げられないな。元気出してヨハン、きっともうすぐ成功するわ。今度の何号？18号。末広がりの8よ。末広がりの8とか、これどうやって訳してるのかな。きっと大丈夫だわ。また大丈夫か。ごめんね、次こそは絶対。もういいって。これ100号とか作り続けるんじゃねえだろうな。意外とこれは時間がかかる。お、どこかができるはず。あー、データモジュールが1個足りない。あー、もったいね。あー、マザーボードか。うわー、もったいないことした。全然データモジュールの音。あー、意識してなかったな、データモジュールのこと。マザーボードと一緒に。あ、まあでもどうせいるのか、ここでも。そうか、スクラップもいるしな。はい、じゃあ次回あれだな。もうやること決まったな。でもヨハンは作るもの作ったから多分ないだろう。もう、うん、ないな。もう全部作ったぞ。はい、寝よう。ヨハン、聞いて、ロケット13号が打ち上がった時、レイコンが消えた感じがしたの覚えてない？覚えてねえわ。覚えてるよね。宇宙層の目的は、聖者への慰めとレイコンの安息を祈ること。これでヨハンが悩まされている問題も解決。ねえ、話を聞いて。十分だ。フェイ、聞け。これは初めて話すことだ。十数年前、宇宙層が停止されて、この町は突然決めたんだ。ミラのために宇宙層をやろうって。こんな小さい町でも素晴らしいことができる。みんなの頭の中は使命感で満ちていたさ。うちの家族もな。ロケットの部品はあちらこっちからかき集めた。でも、核となる高速演算チップ CPU が欠けていたんだ。だから彼らは、俺の両親は覚悟を決めて住みせいくことにした。残された俺はフェイに会った時と同じ、最後まで一人で工場にいたよ。フェイ、俺はこんなに霊魂につきまとわれて、宇宙層が必要なのは奴らと同じさ。でも宇宙層は命がけでやるものなのか。でもヨハン、もし宇宙層が成功したら、きっとあなたの。宇宙層はそんなに重要なのかよ。まったく人使いが荒い。はい、というわけで、まあ、だいぶ進みましたけどね。効率よくやっぱり物を集めないといけないっていうことはあるんだけど、なかなか難しいですね、初見では。
はい、でもまあ着実に前には進んでるんで、で18号が多分最後っぽいって言っても14号が最後だと思ってたけど、はい、また、続きやっていきたいと思います。撮るのは18号のあれですね、これですね、はい、マザーボードと南の南岸の電子機器工場と、でモジュールですね、モジュールこれですね、データモジュール、はい、航空機整備場、電子機器工場、だから電子機器工場に多いんで、多分その南岸まで行くと一気に手に入る感じなんですかね。はい、やっていきたいと思います。ではまた、次回ご期待ください。ユーロでした。バイバイ。